はい皆さんこんにちは阿部ちゃんです今日もご覧いただいてありがとうございます、えー、今日は、えー、先日あの2月11日にあのお亡くなりになりました、えー、野村克也さん、えー、野村監督の、えー、本当にあの不法、えー、聞きまして本当に残念に思っておりますあのちょっと今日は、えー、野村監督のことについてちょっとお話ししたいと思いますまあといってもまああの私お会いしたこともないですし。 あのテレビでしかあのあの見ていないんですけども、うんまあ、現役時代はなかなかリアルではあの私らはあの見ることはできなかったんですが、えー、監督になられてから、えー、本当にヤクルト、えー、阪神それから社会人野球の,あのシダックスそれから楽天というふうにあ,のあらゆるところで監督をなさってまたあのたくさん選手を育てられたりそれから当然あの結果もしっかり残されて。えー 日本一もう何回も取られた本当に素晴らしい監督さんで、まあ、あとテレビの解説なんかでも本当にあの的確なあのお話をしていただいて本当にわかりやすく僕らもあのテレビ中継見てたんですけども、まあ、何といってもあの野村監督の、まあ、真骨頂というのはあのぼやきっていうのがあったんですけど本当にあのあのぼやきがですね愛情を感じるっていうか本当に。 選手、えー、一人一人にあの的確に、えー、決してあの褒め言葉ではないかもしれませんけど結果やっぱりしっかりあの選手を見てその言葉をあのかけられて結果、えー、その選手が伸びていくっていう本当にあのよくそこまでこう人を見れる人だったんだなというふうに思います。 あの僕一回ラジオであの野村監督の対談のちょっとラジオ放送を聞いたときにアナウンサーの方が野村監督自身が監督として一番常に思ってあのいらっしゃることって何ですかっていうことを聞かれたときに監督の仕事というのはうん見えないものを見るのが監督の仕事だっていうふうにおっしゃってたんですね。 見見えなないいいいもののを見るっていうううううはどういうこととんだろうというふうにあの私も考えてみたんですけどやはりあの、えーまあ、相手チームもそうですしそれから自分とこのチームもそうだろうけどその目に見えるものではなくその人が考えていることとかそういうものの奥底には一体どういうものがあるんだろうということを常にこう観察をされてしっかりそれを、えー、自分の言葉で表現を して的確にに選手に、えー、アドバイス、ね、野村再生工場って言われていたぐらいですから本当に、あのー、今まで結果が出なかった選手のいいところをしっかり見つめてそのしっかりアドバイスしてその選手がブレイクするっていうのを何回も見てきてるんですよねみんながね。なので本当に素晴らしい指導者であったんだなというふうに思いますし本当にまたあのー。 あの本当に面白いぼやきをあの放送でねあの聞かせていただいて僕らも本当楽しみにしてました今日は一体ノムさん何を話してくれるんだろうということでいつもあのテレビのスポーツコーナーでノムさんが出ているところを見ると本当楽しみにしてたんですけどもそれが聞けなくなるかっていう思うと本当残念ですもうあれだけの本当にあのしっかり僕らにも分かりやすく解説していただいた人っていうのはなかなかいないかなというふうに思います。 本当本当残念で残念でなりません。えー、ね、あのー、幸代さんが、まあ、亡くなられて、えー、2年約2年ぐらいですかね、あのー、またこれでまた夫婦一緒におられることができるのかなと思うんですけども、えー、またですね、あのー、天国からん野球界をね あの見守っていただきたいしまあ、僕らも、うん、なんとかね子どもたちの野球をしっかり盛り上げていきたいなという,ふうに思ってます、えー、本当に心からご冥福をお祈りしたいと思います野村監督本当にありがとうございました、えー、今日も見ていただいてありがとうございます <laughs> また、えー、チャンネル登録よかったらお願いしますありがとうございました